倍総理声明。韓国は信頼を損なう行為が相次いでいる。新体制でも方針は変わらない。ガネットではない。内容はこちら。安倍総理が新内閣発足で声明を発表しました。では内容を見ていきましょう。安倍総理、韓国は日韓請求権協定の一方的な違反行為など国家間の信頼を損なう行為が相次いでいる。政府としては国際法に基づいて韓国側の適切な対応を求めてる。その方針は一貫したもので新体制でも微塵も変わらない。これまで通り韓国には国と国の約束を守っていただきたい。方針は一切変わらず、当たり前ですね。韓国さん、聞いてますか？では次に、ネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。断固支持します。ここで日本が支払ったら未来永劫をたかられ続けますから。おっしゃる通りです。少しでも払ってしまえばその例を持ち出され未来永劫応募公賠償を続けなければならなくなります。たとえ1円でも絶対に支払ってはいけません。次はこちら。慰安婦合意では安倍総理自身が韓国に裏切られたからね。誰もが反対したあの慰安婦合意。しかし案の定裏切られた安倍総理。その責任をしかと胸に受け止め、頑なの姿勢を貫いてください。次はこちら。総理のこの方針は全面的に支持します。また内閣支持率が上がりそうな感じですね。ゆるパンダも安倍総理の方針を支持します。最後はこちら。安倍総理の外交ビジョンは優秀。どんどん行きましょう。でも内政は欠陥多し。外交では目を見張るものばかりですが、内政になると移民問題や消費増税など支持できないものもあります。しかし今は安倍政権を応援するしかないでしょう。他がダメダメですからね。日本の内閣改造で韓国は右翼的と騒いでいますが、右翼というか保守と言っていただきたいものですね。今回の新内閣の顔ぶれは日本国民からすればかなり頼もしいメンツが揃っていると思います。今の厳しい世界情勢を乗り切るには強い政治家が必要不可欠なのです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。